ここに来るのは久しぶりなのに、さっき来たばかりのような気がする。これって授業中に見た夢で通った道と全く同じ。すごくいい絵になりそう。じっとしててね。捕まえた。鳥はいいよね。いつでも逃げ出せて。嘘、すっかり忘れてた。この頃まで巻き戻せないの？木に俳句？素敵。太陽とクロエ、いい構図になりそう。しばらく一人にしようか。いいから座れよ。クロエ、怒ってる？味方になってほしかっただけだ。助けられなくてごめん。気にすんな。あのクソ親父じゃ普通ビビるって。クロエは強いね。デイビッドは本当に最低だよ。嫌な思いをさせてごめんな。クロエは毎日でしょ。いつもあんな風なの？ママが家に連れ込んだ途端、ずっとあの調子だよ。ケイトをいじめてたところ写真に撮っとけばよかった。それを出しにゆすれただろうな。今に見てろ。今日ケイト・マーシュをいじめてるの見たよ。ケイトなら知ってる。クソ親父はなんであんないい子を。デイビッドはちょっと普通じゃないよ。秘密のファイル作ったりな。敵の情報でも集めてるつもりだろ。ファイル見たか？うん、見た。気になっちゃって。やっぱりな。何が入ってた？あ、ファイル？見たんだろ。嘘つくな。何が入ってたんだ？スナッフフィルムか？ケイト・マーシュと他の生徒の隠し撮り。いくら仕事でもやりすぎだろ。戦争じゃねえっつ。監視マニアなんだろ。家の中にもカメラがありそうだ。やっぱり知らなかったんだね。クロエの家監視されてるよ。はあ、嘘だろ。家中に隠しカメラがある。ガレージのモニターに映ってたの。やっぱりあの野郎どうかしてやがる。ひとまず知らなかったことにしよう。知らない方がいいこともあるよね。クソみたいな人生だよ。この街じゃ誰も秘密を持てない。クロエでもどうかな。ネイさんにも秘密があるの？あいつは学校の生徒にヤバいもん売りつけてる。私も騙されて飲まされた。嘘。初めて会ったのはとあるしけた飲み屋だ。酔ったあいつは
札束をちらつかせてた。それでちゃんと説明して。私がバカだった。泥酔してたからいいかもだと思ってさ。そんなにお金欲しかったの？欲しかったよ。借金山ほどあるから。レイチェルと町を出る資金も貯めときたかった。それからネイさんとはどうなったの？あいつの部屋男子寮に行って自慢話に付き合った。油断した隙に飲み物に何か入れられたんだ。借金っていくら？3000ドルとその利子。姉さんから巻き上げようと思ったのに、飲み物に妙なもん入れられてさ。信じられない。もちろん信じるけどひどすぎるよ。それで気を失って倒れて、目が覚めたら姉さんがニヤつきながらカメラを構えてた。それでよく覚えてないけど、弾を蹴ってやろうとしたらランプに当たって、やつがひるんだ隙に逃げたんだ。マジでヤバかった。ひどすぎる。冗談じゃないよ。それでどうしたの？信じられない。よく逃げたね。それでどうしたの？口止め料を巻き上げようと女子トイレに呼び出した。それがさっきの。あの野郎許さないからな。やめときなよ。あいつ様子がおかしかったもん。誰かさんが校長に言いつけてくれたから大丈夫だろ。私たちだけじゃどうにもならないよ。警察に知らせなきゃ。無駄だよ。校長に言いつけて何かいいことあったか？毎回助けられるわけじゃないよ。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと運命？これが運命なら、レイチェルを見つけたい。レイチェルに会いたい。私の大事な人はみんないなくなるんだ。こんな街、爆弾落として吹っ飛ばしてやりたい。私がこんな目に。どうしてまたここに。街に向かってる。
クロエ、よかった、戻れた。どうしよう、やっぱり夢じゃないんだ。私どうしたら。おい、大丈夫か、気失ってたぞ。違うの、聞いて、また見えたの。町が大きな竜巻に襲われる。オレゴンに竜巻なんて滅多にない、夢だろ。本当なんだってば。空気がビリビリするのまで肌に感じて。とにかく落ち着けって。クロエ、信じてよ。他にも聞いてほしいことがあるの。すごくありえないこと。言ってみなよ。今日授業中にも同じ光景を見たの。我に返ったら時間を巻き戻せるようになってた。笑わないで、嘘じゃない。いや、何言ってんだ。トイレでクロエを助けた時だってそう。時間を巻き戻したっていうの。クロエが撃たれるのを見たの。クロエが目の前で死んで。だから戻って非常ベルを押したの。マックスが想像力豊かなオタク少女なのはよく分かったけど、アニメとかゲームじゃあるまいし。だけどできるの、本当に。怖くてしょうがない。落ち着けって。今日はいろいろあったから。おい、なんだこれ。雪？こんなにあったかいのにか。バカな。異常気象、嵐の予兆かも。マックス、最初から話して、ちゃんと聞くよ。